い。うん、てめえ一体どういうつもりだ。いやいや、状況考えりゃ大体わかるっしょ。お前ごとき俺一人で十分だっつってんだよ。このクソカスが。あいつまさか。ちょっと二人とも、いくらなんでも調子に乗りすぎじゃん。いや逆だ、あいつらに余裕なんてねえ。それを悟らせないためのブラフだ。え、紫バラがカバーする6番7番の力を見誤っていた。そのせいで点差が縮められてねえ。しかも予想以上にダブルチームの消耗が激しい。このままじゃ二人ともスタミナが持たねえ。キセはそれを悟って決断したんだ。青峰のスタミナを温存するために、たとえここで自分が力尽きてもシルバーを一人で食い止めること。バカ、マウント挑発に乗りやがって。行け、行けっか、ぶっ潰してやる。まさかこんなそんな役回りする羽目になるとはな。けど嫌ってわけじゃない。それが最善ならためらったりするもんか。やってやる。おう、キセか、どうした。いや、こないだの試合最悪な奴らだったじゃないですか。様子が気になったっつうか。なんだそんなことか。今ちょうど岡村と飯食ってるよ。お前らとバスケやってきたんだぞ。今さら実力差にいちいち打ちひしがれてたりするかよ。ただとにかく悔しかった。俺たちスターキーがバカにされたことより、お前らとやってきた今までのバスケ全てをバカにされたことが。今吉たちも同じことを言ってたよ。聞いたぜ、再戦するんだろ。だったらこればっかりは頼むぜ。勝ってくれ。仇を取るためなんかじゃなく、俺たちが今までやってきたバスケを証明するために。なんだと。バカな、体勢が不十分だったといえシルバーを。キセ、お前入ってやがる。ゾーンに。ってことはゾーンプラスパーフェクトコピー。そんなの持って数分なのだよ。だがもはや断言できる、今の瞬間だけはコート上の選手で最強はキセだ。